東京都江東区大島2丁目にある東京都交通局新宿線の駅である。駅番号は S14? 島式ホーム1面2線の地下駅。地下1階がコンコース、改札口、地下2階がホームとなっている。2006年に A4、出入り口と改札外、改札外とホームを結ぶエレベーターがそれぞれ新設された。 2020年度の1日平均乗降人員は22,149人である。各年度の1日平均乗降乗車人員の推移は下表の通り。明治通りと新大橋通りの交差点付近に駅がある。周囲は大島となる。駅周辺にある施設は各庁の記事を参照されたい。なお、駅で入り口は A1A4 の4カ所ある。 有り田砂を筆頭に、多数の飲食店、リサイクル店のほか上等郵便局がある。最寄り停留所は、新大橋通りと明治通りの交差点付近にある、西大島駅前となる。以下の路線が乗り入れ、東京都交通局により運行されている。江東区の地上一般放送である、江東区エリアアンセグ放送の地上一般放送局が、設置されていた。 ありがとうございます。